Mountain Bridge。 今週の成果は予想以上。みんな成長し続けてるのね。学園長の努力は大人になるまでわからなかった。一つの物語が終わるとき、私たちはその始まりを思い出す。まるで昔に戻ったかのように。例えば今のように。そうだろう。君は驚いていないようだ。この景色懐かしいだろう。彼女は私たちと違う。まだ進み続けるんだから。どう、私に会って驚いた？ところで一人足りないね。これで揃った。しかし残念だ、僕たちの物語はもう終わった。過去の人は過去に残ってもらおう。じゃあさよなら。なんか言ってくれないの？よくやった。昔と変わらないね。ええ、いろいろあったね。本当にいろいろあったわ。今回もここでお別れなの？いいえ、今回は最後まで一緒に歩くわ。そう、私たちはさまざまな場所に行ってたくさんの思い出を残した。これは愛の物語。きっと愛に満ちた結末がある。だから昔と同じように一歩ずつ前に進もう。
私たちの足跡、どんな時もここにある。
これは私たちが共に作った物語。物語は終わりを迎えるけど、残された記憶も、届いた感情も消えたりしない。それは後世の鍵として、人々の記憶の中に、未来永劫存在するの。例えば、このタイムカプセルを開けるたびに、私たちは、キアナ・カスラナという女の子に再会できる。あの時の彼女は、まだ世界のことをよく知らなかった。そして、彼女が選んだ道には、来たるべき困難や、逃れられない運命が待っていることを、私たちは知っている。でも、何より大事なのは、その後、彼女は世界で最も美しいものに出会うということ。そう。愛という宝物に。お、メイ先輩からだ。そうだよね。新しい仕事、あっという間に始まっちゃう。でもその前に、何か足りない気がする。あ、そうだ。こうして、次はこう。よし、これで行こう。キアナ、出撃！これは私たちが共に作った物語。物語は終わりを迎えるけど、残された記憶も、届いた感情も消えたりしない。それは後世の鍵として、人々の記憶の中に、未来永劫存在するの。例えば、このタイムカプセルを開けるたびに、私たちは、キアナ・カスラナという女の子に再会できる。あの時の彼女は、まだ世界のことをよく知らなかった。そして、彼女が選んだ道には、来たるべき困難や、逃れられない運命が待っていることを、私たちは知っている。でも、
何より大事なのは、その後、彼女は世界で最も美しいものに出会うということ。そう、愛という宝物に。お、でも。何か足りない気がする。あ、そうだ、こうして次はこう。よし、これで行こう。キアナ、出撃。休むべき時に無理をしすぎる。僕は友人を愚弄し、ようこそ
高潔で純真な魂、あなたは過去を…オットー様、時間にご注意ください。オープニングが終わりますよ。な？崩壊サード第一部の物語は、これで終わりを迎えた。私たちの未来は続いていくし、いつか再び交わる日もやってくる。でも今は、新しい物語を迎えるための準備をする時だよ。たとえ何があっても、艦長が過去を振り返った時、私たちはここにいる。これからの未来は、みんなで紡いでいこう。今日はいい天気ね。一緒にピクニックしましょう。真剣に毎日を過ごす習慣を保ち続けましょう。今日は十分頑張ったでしょ。あとは任せて。調子はどう？作戦任務はだいぶ減ったのに、毎日忙しいのよね。でも心配しないで。
もう慣れてるから。最近は予備訓練学校の準備をしながらいろんな町を巡っているの。人々に私の考えを伝えてるんだけど、興味を持ってもらえてるわ。町の子供たちは元気でやんちゃだけど、みんな可愛くて聡明なのよ。私は一緒にぬいぐるみを作ったりしてるの。今のところ準備は順調よ。セーフレイヤーを作った時より経験を積んでるもの。これから入学する子供たちもいつか彼女たちの夢見る姿になれるかしら。この手紙にぬいぐるみを同封しておくわね。柔らかいから抱き枕としても使えるの。気に入ってくれたら作り方を教えるわね。あ、そうだ、忘れるところだったけど。館長、例の依頼はちゃんと終わった？仕事じゃなくて、この前のホムの大冒険の連載漫画はもう買ってくれた？一人でこっそり読んじゃダメよ。あたくしの帰りを待つように。テレサ・アポカリプス。休むべき時に無理をしすぎると健康に悪いわよ。今週の成果は予想以上。みんな成長し続けてるのね。Thank you.
と2日頑張れば休める。そう考えてるでしょう。